方もいると思うので、出身地をじゃあ言ってきますか。はーい。はい。行きまーす。私は鹿児島県出身です。鹿児島県。鹿児島県。はい。私はもつ鍋が美味しい福岡から来ました。よろしくお願いします。はい。私は明太子が美味しい福岡から。私はお米が美味しい新潟県から来ました。よろしくお願いします。はい、私はくまモンが有名な熊本県から来ました。よろしくお願いします。はい、九州が4人いるそうです、ね、私以外みんな九州出身なので、はいはい、そうかもしれないですね。私だけ一人で。みんな錦糸町初めてです。はい、はい、そうですね、それ初めてです。建物がすごく高くて見上げちゃうよね。今日もお暑い中皆さん来てくださって本当にありがとうございます。熱中症だけ気をつけて水分しっかりとってください。じゃあさ、はい、曲紹介。はい、先ほど紹介した曲は私たちの大切なデビュー曲振り向いての韓国語バージョンになります。こちらは BYO4 のジュニョンさんが作詞作曲してくださった私たちの大切なデビュー曲になります。わー、これからまた違うくはないんですけど披露させていただく曲が次日本語バージョンになります。日本語バージョンは、初披露、まあ、ご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど初披露となるのでぜひ楽しんで聴いていただけたらなと思います。はい、まだまだ早いチェンジ。通りすがりの皆さんも私も終わらせしたいの。いや違います。まだトークする。皆さん初めての方もたくさんいらっしゃると思いますけど、はい、メンバーは完全に全員日本人っていうところです。はい、で韓国で K-POP として4月にデビューしたんですけど一応韓国でも全員日本人、純粋な日本人として韓国で K-POP デビューしたということは初めてです。でかなり日本人としてちょっと激しい K-POP 世界で今勝負をかけているので皆さんが応援してくれればこれから今度 BTS みたいにワールドで活躍できるユニコードになれると思いま す。だからありがたい話なんですけどいろんな韓国の関係者、日本の関係者たちが応援してくれて彼女たちのデビューまでの成長過程を韓国の MBC 放送局の YouTube チャンネル、公式チャンネルとしてリアル番組としても紹介されてあるし他の先輩たち、例えば Netflix のドラマの主演をやってる BYO4 のジニョン、そういう先輩たちの曲で活動して知ってるし皆さんが知ってる韓国のニュージーンス、トワイス、アイリとあと BTS と同じ音楽番組の舞台で活躍をして今週日本に戻りました。戻っていうか初めて今週スタートなんですけどありがたくまた地上波のテレ東だったり今日テレだったりいろんな地上波の番組もかなり応援してもらってるところなんで皆さんもユニコードっていう名前を覚えてください。やっぱユニコードっていう長い時代が IT 用語になってるので日本でも韓国でもユニコードだけだったら多分記事がどんどん下に
이참으로유니코드가르즈그룹은유니코드아이돌유니코드 K-POP 또한칼렌탐구키워드이런다는수고되는그룹도모이ます자皆さん日本来て1週間ぐらい経ってるんじゃないですか。どうですか日本と韓国の違い。今韓国でも宿舎団体生活で日本でも宿舎生活になってるんですけどどんな違いがありますか。はい、私はなんか、お風呂場がやっぱり韓国はトイレとシャワーが一緒になってるのでシャワー誰かがしてるとトイレに行けなかったりするんですあと朝の準備が詰まったりしちゃうんですけど日本は別じゃないですか。なので一緒にこう同時作業でできるのでそこはいいなって思います。私は納豆が本当に好きなんですけど、ね、もう今日も納豆食べてきました。納豆がある日本最高です。最高だった。入ってきた時からなんか空気感が違いますよ、ね、日本の匂いが特有のなんかやっぱ韓国と日本って違うなって思いました。違っているけどやっぱ日本だなあとコンビニのトイレをコンビニのトイレがなくてあ、してもらえないもしてもらえないんですトイレがなので東京はとか日本はすごい貸してもらいたいですってお願いしたら貸してくれるのでとても楽でいいです、うん、そうですね。そうですね。東京が初めての子もいますので、はい、一年地方出身っていうところもあるし、はい、そうしたらせっかくなんで今日自分らは今新人だったらあそこ駅の前の人たちを引っ張らないの、はい、駅の前の皆さん、駅の前で321って言ったら、はい、メンバーも皆さんも一緒にユニコードファイト、あ、ユニコードファイト、OK？じゃあ叫んでみましょう。警察来るぐらい大きい、はい、皆さんも。じゃあ僕は321信号を出しますね。じゃあ321ユニコードファイト、お願いします。ユニコードファイト、みんな来て。こういう精神で、熱い精神で、はい、皆さんももうちょっと熱くして22人ショーケース、それ記者たちもいっぱい何度も呼んでるので、はい、いっぱい入ってるシーンもちょっと大体にいい印象を与えたいので友達いっぱいチェックしてください。はい、6月25日ファンがじゃあ観覧無料、はい、そうです。1時間ぐらいガチリ歌とトークゲームとか今予定してるので、はい、たくさん準備をしているので6月22日渋谷の方に良ければいらしてください。お願いします。無料です。無料でお友達とか家族とかも引き連れて。